はい、えー。今回質問いただいたので回答していきたいと思います。お世話になります。自分はアニメーション制作会社で11年働いてた経験があるので、それをコンテンツ販売に活かしていきたいのですが、吉谷さんならこの経験をどう生かしてネットで稼いでいくかをよろしければお伺いしたいと考えております。具体的にやっていた仕事は制作という仕事で、絵を描いたりはしない側のスケジュールとクオリティの管理をする仕事です。テレビ番組でいう AD とかプロデューサー。たまに過去労働がネタになったりニュースになったりします。 別の動画であったニッチビジネスのランチューや習字よりさらにニッチな上でマネタイズが一つではないか気がしていますが集計後のマネタイズの案を下記の通りに記載させていただきますと就活として自分の人生をアニメ化するプロジェクトのプロデューサーお金を持っているご老人かお客さんア,アニメ作りを体験できるビジネス専門学校に行く勇気はないが業界のことを勉強したい人向けアニメーション制作バイブルのような通常のコンテンツアイベン 個別コンサル、アニメ業界に入りたい人に向けた専門学に触れやすい以上ですと。そもそもこのジャンルをやるべきかを含めてご相談できればと思いますということで。まあ僕、アニメ知らないんで調べてみました。で、調べたら、一人いてサボログさんですね。この人もなんかアニメやめましたみたいなあ人がいましたね。で、これが4700回ぐらい回ってますね。 まあ多分ね、もうすでに知ってるかもしれないですけど、サボログっていう。この人はもう動画アップしてないですね。2ヶ月前に、1、2、3、4、5、6、7、8、9。9本しかアップしてないですね、この人。で、再生されてるのがアニメ制作進行4つの会社選びのポイント、これが2500回。要は、アニメ制作をしていく上で会社を選ぶポイント、4つのポイント、これ2500回。えアニメの会社を辞めた理由が5000回。 で、アニメ制作に向いてる人どんな人みたいな。1700回。うん。アニメが好きだった仕事、アニメ好きだった、好きだった1000回とかね。まあ、結論は何が言いたいかっていうと、いけるとですね。<laughs> まあ、ぶっちゃけもう1000回でもあればもう余裕でいけますね、ビジネスは。うん。だから、まず、その、問題と、問題点が一番こ論本的な、あのー、その、ジャンルをやる,やるべきか、やるべきか、やるべきか、 やらないいいいいべきかかっっっててててうところに関してはあー全然やってもいいんじゃななでですかって話です話ねなぜならば、もう回ってるじゃないですか。<laughs> 回ってるんで。で、あとは、これはちょっと速球ポイント違うんですけど、アニメ制作する上で、例えば、あのー、なんだ、アニメのソフトの使い方。まあ、これはちょっとご自身の仕事とはちょっと違いますよね。 多分本当はアニメを作る側のソフトの使い方とかになっちゃうんですけど、これは結構回ってますね。だからハウツーですよね。どうやってソフトを使ってどうやってアニメを書いていくのかとか、iPad でどうやってアニメを書いていくのかっていうやつはハウツーに関しては結構回ってますね。うん。だ、つまり何が言いたいかっていうと、これアニメ書きたい人はハウツー動画を見てるわけじゃないですか。ということは、アニメの会社に入りたいとかも,もしくは将来そうなりたいからハウツー動画を見てるってことかですよね。 その、深掘りしていくと。うん。で、それが19万回とか20万回とか10万回とか回ってるやつがあるんで、そのアニメの書き方ですよね。iPad の書き方は iPad、無料でアニメが作れる iPad アプリの使い方を解説します。これ6万回ですね。6.7万回。これ19万回、アニメーションメイキングの作ってるやつかな。これ3年前ですけど、19万回とか。うん。 意外と知らないアニメ制作。あ、これ48回か。うん。なるほどね。ただからまあ、普通に、あ、あ、超ハマる iPad でアニメーションアプリこれで無料なのかと。40万回ですね。うん。アニメ現場、11万回。うん、パパってば、調べただけでも結構、あの、ありますね。ただし、ラッキーなことにこれ、発信してる人が少ないので <laughs>、 これ変わってんじゃないですか。だかまずここでどうマネタイズすればいいのかっていうところで、本当に自分がマネタイズできるのかできないのかで悩んでるとま、あまあ多分ね本質的なところはそこだと思うんですよ。俺これやって本当に稼げるのかなみたいな話じゃないですか。でそこを考えるんじゃなくて、今はどうアクセスを取るかだけを考えるべきです。もうちろんですね。 要は、これがお金になるかどうかではなく、すでにアクセスを取っている人をリ,スリサーチして、あ、こういう訴求ポイント、こういう切り口だったらアクセス集まるんだなっていうところを知って、それをひたすらテストしていくしかないですね。要は、アクセスがないとビジネスできないので、そもそも。そもそも論として。 なんで、アクセスをこう集めていく。で、アクセスが集まったら今度何をやればいいのかっていうと簡単で、これはまあね、僕の塾とかでも教えてますけども、アンケートを取れと。まあ、無料でも言ってますけど、要はアクセスが集まったものに対して、えじゃあ見てくれる人に対してどういうことに悩んでいますかとか、えー、その、どういう情報欲しいですかっていうアンケートを取ればいいだけなんですよ。単純に。 これね、光くんが、なんかた、あの、田中さんと宮迫さんの、あの、YouTube の企画の番組に出てて、あの、最初、そのゲームチャンネルで彼は行ったんですけど、ゲームチャンネルでずっとゲーム動画をアップしてたわけですよ。で、で、チャンネル登録者数なんだっけな ?10 万人か分かんないですけどななな、なんか行った時に、ただね、ハンバーガーを食うみたいな。 なんかその岩って、チャンネル登録なんぼだっつって、みんなでハンバーガー食べますみたいな。で、そのハンバーガー食べてる動画が、やたらコメントが多かったわけですよ。だからゲームチャンネルなのに、ハンバーガー食ってワイワイしてるやつがコメントやたら多かったと。で、その結果に基づいてすぐかぶせるわけですよ。で、こういう動画ってありですかとか、どういう動画見たいですかってすぐかぶせて、で、そのリスナーさんがもらったやつで、あ、じゃあ、これニーズあるな、みたいな。じゃあ、バーンみたいな。っていう、なんかそういう流れもあります。 かりますだから結局その最初からねペルソナとかねなんかできないんですよ <laughs> やったことがないのにペルソナを設定するっていうのは非常に難しくてでも多くの人ってなんかゴールがないとこのちゃんとした道筋がないとうん最短でいけないんじゃないかなと思ってるんですけどこのかゴールっていうのは答えっていうのはないんです 世の中のビジネスにおいてはね、学校の試験とかは答えあるじゃないですか、だから暗記すればね、まあ、テストと取れるじゃないですか、じゃあビジネスって答えがないですよね、じゃあ例えばもう分かりやすい例で言うならば、今まであの儲かってた飲食店も、今回のコロナの件で、その答えっていうのはこのやれ、どんなにすごいね、マーケティングを駆使して、どんなにすごい美味しい料理をこう提供してたとしても、まあ、そもそもその概念が崩れるわけじゃないですか。 え答えなくないですかっての。時代が変われば答えも変わっちゃうし、まあ。そもそもだって人出るなって言ってるわけですから。<laughs> どんなにマーケティング駆使しても人呼べないですよね。時短営業とか店やんなって言ってるんで。これどうするっていう。だから今まであった正解が正解じゃなくなるんで、ビジネスってそんなもんですよ。うん。だから大事なことは今目の前の欠けてる部分を、点をとにかく集めるしかないです。今、今持ってない点ですよね。 今持ってない点の一つで大事な要素としては集客ができていない。だからそこをやるっていうで。その点を集めたらまた新しい点を集める。じゃまた新しい点は何かっていうと、さっき言ったああのリスナーさんにどういうことに悩んでるのかとか、まあ、そういうのを聞いていく。あとはコメントを見るとはね。うん、だから光くんもコメントめちゃめちゃ見るとは言ってましたけどね。再生数上がってないときは。で、そのどういうところのどういうセリフに反応しているのか。 とでもうセリフレベルでどこに反応してコメント荒れてるのかとか、ね、でそこからまたかぶせていくっていう,もうこの繰り返しですよだ僕もねこの少ない再生数でビジネスできてる理由は単純にそのもう定期的にそのお客さんにあプレゼント配ってアンケート取ってどういうことに悩んでるのかなっていうだって普通ねもう僕の場合、まあ、普通に考えたらロジック的に言えばあのこの前も新商品売りましたけどあの 弱者の流儀とか売れないんですよ、普通だったら。でも売ってるんですよね。でもあれは、売るように紐付けたわけですよ。ほん、あの、え、営業の、なんだあー営業の武器か。あれに関しては、まあ、お客さんのニーズがあります。だけど、弱者の流儀って、なんか、ネットビジネスとそもそも関係あるっていう。これ、紐付け難しくないですか <laughs> ネットビジネスと弱者の流儀って関係なくないですかどう思います 例えば YouTube でアクセスを集める方法とか、コンテンツをどうやって売っていくとか、ん何やろうな、あのー、マーケティングどうやってやっていくっていう商品なるならば、まあ分かりやすいじゃないですか。売れる、売れそうだなって分かるけど、何それみたいな話ですよね。全く関係ないですよね。だけど全く関係ないけど僕は売ってるわけですよ。でなんで売れるのかっていうと、そういう紐付けをしてるからですよね。プラスアルファ、僕はお客さんの声を通ってて、結局その、できてないところがあるわけじゃないですか。 で,そのできてないところに対して僕はかぶせてるから売れるわけですよ、ね。結局ネットビジネス始めてもあのモチベーション上がんない、継続してできないとかね。なんかいろいろあって結局なんかいいノウハウがあったとしてもできないわけですよ。じゃその上でじゃあどういうことを考えて、どういうことを考えて、うーん、情報発信していかなければいけないのか。で、まあこ,この前のセールスレターの場合は、まずお客さんがまあ絶対売れ、まあ アンケートでもありましたけど、まあ、これ必要だよね。誰が見ても必要。営業の、営業力なんか絶対必要じゃないですか。売れる力なんか,か誰が見てもわかると。で、それと、無理やりくっつけてるみたいなね。<laughs> 無理やりくっつけて売る、セット売りで売って、これはまあ、ちょっとマーケティングの要素ありますけど、なんか、でもその商品に関しても、結局、お客さんの、あの、今まで抽出した悩み、えー、フラストレーションっていうのをもとに作っている。うん。 売れる商品なんかは、お客さんが欲しい商品かどうか分かってないと売れないんで、そもそも。分かっていても売れ,売れない場合もありますからね。じゃあ価格帯があれが、なんだ、100万だったら売れないでしょうね。どうですか買います。<laughs> 買わないんですよ。この前新商品でキャンペーンで390円だから買ったっていう部分ももちろんあるし、あれが300万だったら買わないだろうし。まあそういうのも価格テストも必要ですし。 それはまあや,やりながらただ点を作るって感じですね。みんなそのなんか道筋が欲しいんですよ。なんで道筋が欲しいかっていうと、今まで道筋、道筋、道筋がある人生を送ってきたからです。学校、じゃあなんで学校に行くのかって考えたことないじゃないですか。ただまあ行けって言われたから行ってる。だからこう思考停止なんですよ。そもそもなんで学校に行く必要性があるのと。なんで親は学校に行かせてるのとか。何のため みたいな、なんかその深掘りしてないですよね。とりあえずみんなが行ってるから行く。みんなが前習いしてるから前習いするって話なんですよ。でそもそもなんで前,、ま、前習いをしなきゃいけないのっていうところを考えないですよね。まあ、これちょっと、なんだ、あれなんですけど、<laughs> まあ集団生活できない人なんですけど、でも今は時代が変わって集団生活したらダメですよね。3密ダメなんだから。<laughs> これもだからまあ学校教育も本当に変わまあ古いっちゃ古いんですよね。 昔はネットがなかったし、集団、会社の組織、集団の力が必要だったわけですがパワー集めて。でも今ってネットが出たんで、別に一人で十分なんですよ。僕もずっと起業して4年一人でやってますけど、だから僕はバイトも雇わない、外注もしない、えー、従業員も絶対雇わない。全部一人で行くと。で、一人でできるよと、今は。うん。まか時代が変わってるのでね。うん。 だから、まあ、あの今やるべきことはどうアクセスを集めるかだけを考えるところですね。でアクセスが集まったら聞くです、うん。どういう悩みがあるのかっていう。で僕だったらアクセスを集める上で、まあ、何パターンか考えてるのが、まあ、ひらめいたというかね、まあ、僕だったらっていうところで最後お伝えするならばまずそのアニメーション会社の裏側ですよね。過酷な。だからそのここでも言ってますけど要はブラック企業で死んだみたいな。 要はニュース番組って分かりやすいのがいいんですよ。だからアクセス、な、な、だからアクセスを取るため、視聴率を取るために、ブラック企業でどうのこうのやめて自殺みたいなやつを取り上げるんですよ。分かりやすいですよね。だからそれ、それと同じことをするってことです。なんでテレビ番組はそういうネタをするのか。うん、視聴率が取れる、分かりやすいわけですよね。うん。だからそこに対して、じゃあ実際に、 自分が11年働いて,てこんなことあったぜみたいなテレビニュースでは言えないようなその裏の裏の,その闇っていうのも話せるわけじゃないですか,だかそういうネタだったりとかそのネタ系ですよね自分の経験をもとどれだけブラックだったかっていうネタだったりとかどんな上司がいたとかあのそういうネタ的、まあ、エンタメ性ネタ的な部分の部分とあとはまあこれからアニメーション会社 に入りたいとかアニメをやりたいっていう人に対して気をつけるポイントとかどういうふうに会社を選べばいいのかとか11年働いてきてその業界を見てきてなんやこういうところこういう人がいたら気をつけろとかねあのこういうところを見ろとかねまあそういう視点は多分話せると思うんで11年もやってるわけですからうんだあと転職ですよね うん、転職して、もうすでに、あとは働いてる人、アニメーション会社で働いてるんだけど、独立しようかな、それとも、うん、転職したいなとか、そういう人向けとかね、じゃ辞めるときどうすればいいとかね、なんかまあそういう話だったりとか、まあ、こっちはなんか、そのどちらかというと、うん、社会人よりというか、まあ、自分がまあこの商品、まあ、今後ねこう、こういう商品を売っていきたいなったらまあ措置層の、そっちかな、そうは。 であとは、これだとあんまりね、アクセスをいっぱい集めることはちょっと難しかったりすると思うんで、僕だったらもう、あのあなんだ、アニメーション会社で働いてた男が語る、11年働いてた男が語るおすすめアニメとか、 うん、あとは今トレンドのアニメですよね。まあ、鬼滅の刃はちょっとトレンド落ちたかもしれないですけど、鬼滅の刃、あと今だったらエヴァンゲリオンですよね。だからエヴァンゲリオンのなんちゃらっていう動画、なんかめっちゃ今再生されてますからね。エヴァンゲリオンのなんとか秘密とか。だからエヴァンゲリオンどうやって作ってるのかとかわかります、ね。それはアニメーション会社で働いてた自分だからわかる考察、考察できるみたいなね。こう考察系 YouTuber もいるんですけど、だからアニメーション会社で働いて11年働いてたからわかるエヴァンゲリオンの 真相とかね。わかります。<laughs> まあ、エヴァンゲリオン、まだ多分伸びてるんで、多分もう、工業収入の何もいった。多分60億だったかな。多分100億ぐらい、まあ、いくと思うんで、あれ。ちょっと待ってエヴァエヴァ、エヴァンゲリオン。で、あとエヴァンゲリオンがなぜヒットしたのかとかね。うん、エヴァまあ、まあ、ベテラですけど、エヴァンゲリオン工業、工業収入。 あ公開3週間で、公開3週間で60億ですね。だから、あ客が396万人。うん。100億いきますね。間違いなく100億いく。だって三、ね、3週間で60億でしょこれあ、行くでしょう ?100 億は。うん。100億行くんじゃないですか。まあ、あとグッズとかめちゃありますからね、こういエンゲリオンは。うん。 だ僕なんかは、あとは、まあ、僕は福本作品好きなんで、カイジとか福本作品の、まあ、なんか全部、なんかいろいろ紹介するとかね <laughs>。だから、それは裾野を広げるってことですね。でも、アニメが好きっていう、アニメが好きな人っていうのは、うん、将来アニメにね、なんかそういう会社で働きたいとかいう願望もあるだろうし、だからそれはいっぱいとりあえずいろいろやってみるってことですね。 うん、ただそのアクセスを集めるために今世の中でどういうものが見られてるのかじゃあそれに対してかぶせていくあとはいないあー今 YouTube で実際に再生されているものを見て自分なりの、うん、やつをなんだ経験上からこう話していくってことですねな,なんだろうな、うん、自分が持ってるものも話しつつ市場のニーズもやっていくって感じですね 両輪ですね自分が話せることも話すし、えー、市場で流行っているものを自分の考察見解をもとにこう話していくって感じですかねうんだまずはアクセスを集めることですねであとマインドセットとしてはまあこ,のこれで情報発信してる人が少ないので、まあ、日本一に絶対なるぞぐらいでやんないと多分続かないと思うんで最初はアクセス来ないと思いますから うんだからそれができるかどうかですね。絶対、なんだろうな。うん、要はなんかね、まあ僕もいろんな人見てるんですけど、要は、稼げるからやるみたいなね。わかります <laughs> いや、そもそも稼げるかわかんないんで、だからビジネスなんてわかんないじゃないですか。だから、要は大事なことは、俺はこの、この、この業界、俺はこれで日本一になるぐらいの志というか、心構えというか、 それがベースにあるっていうのが、マジで超一番重要ですね。これが儲かるからやる。これが稼げそうだからやる。っていう人は大体やめていくので <laughs>。うん。僕がなんで生き残れるのかっていうと、前提条件としてそれがあるんですよ。だって、あれじゃないですか。一般の社会,社会とか一般人から見たら、情報詳細嫌なんで、情報詳細や詐欺野郎なんですよ。わかります でしかも再生数も100ぐらいじゃないですか。でもそれでも続けられる。それでも商品売れる。なんでかっていうとおそ、その気持ちがあるからですよ。も本当に精神論ですけど、その気持ちがあるから続けられるし、サポートもできるし、俺はドリームアカデミーは日本一にしようと思ってるんで、情報ビジネスやるんだったら、情報商材やっていくんだったら絶対ドリアが入るみたいにしたいんですよ。もう絶対ですね。絶対です。だからそれを自分で。 誰に何と言われようと、俺は絶対だっていうところがあるかないかって超大事ですね。うーん。だから僕は戦えるんですよ。だってそういう気持ちでやる人いないでしょ、情報商材。<laughs> そもそもそ、そんな気持ちでやる人いないんで勝てるんですよね、僕は。僕がネットビジネスの会社に入った時に何もスキルもない。あー何も稼いだことがない。面接の時に言ったのが、やる気はありますと。やる気はあると。 <laughs> で、入ったんですけど。で、やる気だけで、まあ、社長になりましたからね、最終的に。<laughs> やる気だけで社長になりましたからね最終的にやる気だけで社長になりましたから本当に。まあ、相当僕もブラックでしたけどね。アニメ業界の方もまあブラックだと思いますけど、まあ、1ヶ月会社、まあでもアニメの人も結構普通に泊まり込む余裕じゃないですかね。僕は1日3食カップラーメンで、なんか、の、なんだ、まあ3食というよりか、 なんだ腹減ったらなんかカップラーメン、アスクルでカップラーメン買ってたんですけど、アスクルでカップラーメン買ったりとか缶詰買ったりとかしてたんですけど、寝袋で寝てましたね。1ヶ月とか2ヶ月なんかもう,もう普通に泊まり込みですよ。そんな感じいろいろ申し上げましたけど、大事なのは俺はこれで行くんだっていう気持ちがあるのかっていう。で、ラッキーなことが、ラッキーなことが、 あの俺はこれで行くんだってなっても、リスクがないってことです。例えばなんか店舗ビジネスとか普通のビジネスでやるって言ったら、いくらね、旗あげたとしても初期費用かかってリスクめっちゃあるんですよ。まネットの情報発信っていうのはこうお金かかんないんで、だから気持ちがあれば僕稼げると思うんですね。なぜならば初期費用かかんないし、ね、ランニングこそ維持費用もかかんないんですよ。YouTube の、YouTube を、 管理する。うんそれもさ、なんか、月額10万円かかるとかないじゃないですか。でもこれね、外仕事間で、あの、例えばシステムをね、システム会社に何かやってもらうとしたら、毎月システム会社に10万払うとかね。メルマガのシステムを使うんだったら、メルマガの会社にいくら毎月払うとかね。LINE アットの仕組みを、システムを使うんだったら、LINE アットにいくら払うとかね。お金費用、うち必要じゃないですか。YouTube ね、月額費用ゼロですからね。やばないですか、これ。<laughs> <laughs> ねブログやるっつっても、ドメイン代ね、ドットコムとか年間1400円ぐらいか。で、サーバーが1000円ぐらいでしょ ?500 円とか。もう全然金かかんないんで。全然金かかんないツイッターも0円でしょインスタも0円でしょフェイスブックも0円じゃないですか。月額費用かかんないですよ。だからいけるんですよ。だからいけます。うん。だあとは、あとはまあ、一番最初に言った通り、このアニメ制作の、この、なんだ サボログさんも動画辞めちゃってますけど、更新やめてますけど、これ再生数回ってるんで、まあ、あとはなんだ、実際、必ず層は言います。必ず層は。必ず層はいるんだけど、今できてないのはその層にリーチができてないだけなんで、絶対いるじゃないですか。だからいないんだったらアニメ会社潰れますよね。誰も働きたくないわけですから。<laughs> そう。まあ、絶対いるんで。うん。 だからなんだろうな、まあ一番大事な倉庫そこじゃないですかね。自分がこれを本気でやっ,やって、まあ、トップまで、なんか持っていくっていう気持ちがあるのかどうかですよ。<laughs> 大事なのは <laughs>。うん。なんかね、みんなそうなんですよね。なんか決められたレールでやっぱ生きてきてるんで、レールないと不安っていう。うん はい、いろいろ申し上げましたけど、まあ、すでにね、YouTube やられてるみたいなんで、まあ、あとはそれ続けられるか、しっかり続けて、なおかつ、あのー、リサーチして、いろんなジャンル、できること、あ、これアクセス集まりそうだなっていうものは全部やるってことです。これアクセス集まりそうだなって、だって今アクセスが足りてないんで、集客が足りてないんで、これアクセス集まんじゃねえと思ったら、とりあえずやってみるってことですね。あ、これいけるやん、いけるやん。もう、とにかくやって、やれることやるってことです。 うん、てか、それぐらいやんないと、勝てないですよ。<laughs> うん。100歩譲って、例えば今、バズね、ね、エヴァンゲリオンの会社で働いてましたっていう名前、ネーミング使えるんだっら結構いけるかもしれないですけどね、今だったら。エヴァンゲリオンで、エヴァンゲリオン元スタッフですみたいな。強いですよね、これは。これは今強いですね。 で、制作の裏側、あの、監督の裏話しますみたいなね <laughs>。それはちょっと、多分難しいと思いますけど。<laughs> そうね、多分コ,コンプライアンス的に多分無理だと思いますけどね。うん。まあそういうのもしできる人がいたら強いですね、今。そういう、その、看板あるんだったら。でもそ、それはないと思うんで。まあ、どこの会社で働いてたか僕はわからないですけど。 感じすはい。ということで、いただいた質問に対して回答をさせあとは大丈夫かな。うーん。うんと。うん。まあ、あと、まあ、やっぱ11年働いてたっていうのは強いので、まあ、いっぱいいっぱい苦労話めっちゃあるんで、まあ、いっぱいあるじゃないですか、多分うん。 これを本当に自分がこの11年働いてたことを生かせ、生かしたいと思ってるのか、生かして稼ぐというよりか、生かしたいと思ってるかっていうところがやっぱ大事なんじゃないですかね。うん。まあだって発信するネタなんか腐るほどありません <laughs> 本当に <laughs>。じゃあじ発信するネタがないんだったら11年何やってたのって話じゃないですか。僕が結構喋れる理由って、 めちゃめちゃ苦労したんで、めちゃめちゃやってきたし、めちゃめちゃ苦労してきてるんで、無限に話せるんですよ。だ無限ぐらいやってるんで。だ今やってる量って、前の会社で働いてる量の、ほんと10分の1以下です。カスみたいな仕事量ですよ、今。僕からすると。まあ、他の人から見たらね、やってるように見えるかもしれないけど、昔の仕事量に比べると、僕もう10分の1ですからね、今。 だから相当や、本当にやった、だって僕の11年、僕も13年、13年ぐらい働いたと思いますけど、会社に泊まってる思い出しかないですからね、僕、13年、会社に泊まってる思い出しかないってやばないですか、なんかもう、なんか刑務所入ってんじゃないかみたいなノリですよ。 振り返ったら会社に寝泊まりしてる思い出しかないですからね、13年。これ結構1年とか2年のレベルじゃなくて、13年会社に社長になっても止まってたんで、社長になっても止まるっていうね <laughs>。これはなかなかないと思いますよね <laughs>。うん。な苦労した分だけめちゃ話せると思いますよ、逆に。うん。だから苦労っていうのは武器に変えられますね。間違いなく。 あと、基準値が高くなってるんで、まあ、前の苦労に比べたら余裕じゃねみたいになるんで。うん。俺もっといけんじゃねってか、いけるんです。だから、いける基準が高いんで、苦労してると。<laughs> うん。多分、11年ね、アニメの制作会社で頑張ってきたっていうのは、多分、普通の精神じゃ、多分、できなかったと思うんで、多分、普通の精神にはできないですよね、11年も。 たぶんテレビ業界とかねあ、それもしんどい。ね、裏側はしんどいだろうし、アニメ制作もしんどいだろうし。うん、だこれを11、だからまあ、ここ、強いですね。あ11年は。普通じゃやっぱ耐えられないと思いますんで。うん。だそこのエネルギーを使えるかどうかですかね。11年働けたエネルギーを情報発信に使えるかどうかですね。ただそこは、 なんか儲かるから儲かんない、稼げるから稼げないが、稼ぐようにするんですよ。わかりますこれ大事であの、ねじ込んでいくんです。稼げるからやるんじゃなくて、稼ぐんです。わかります稼げるようになるんじゃなくて、稼ぐんです <laughs>、ね。お客さん、お,お客さん、この商品買うかなか買わせるんです。わかります <laughs> この商品売れるかなじゃなくて、売るんです。わかります売っていくんです。 みんなそうじゃないですか、こんなんやったら売れるかなとか、こんなんやったらヒットするかなかヒットさせるんだみたいなね、もちろんその答えわかんないでしょ、じゃあそう思ったから、ヒットするかどうかわからんけど、ヒットさせるっていう、絶対ヒットさせる、絶対売るっていう、この絶対的な、これが絶対必要ってことです。<laughs> でもね、みんなこれがないんで、うまくいかないですよ。 いや、絶対って言って絶対保証してくれるんですかみたいな話が一般人なんで。申し訳ないですけど。だからうまくいかないですよ。そう。まあ、そんな感じですね <laughs>。絶対はわからないけど自分の中に絶対はあるべきだと。絶対売るんだと。絶対アクセス集めるんだと。でも絶対はわからんと。それでも絶対が自分の心の中にあるのかっていうのがめちゃめちゃビジネスやっていく上で超重要ですね。 で、それがないんだったら折れるんで折れますよ途中で諦めるし自分の中に絶対がない人は無理ですね流されるし、うん、で僕がネットは絶対があるべきなんで絶対があった方が強いかっていうとコストがかかんないですこれがコストがかかるビジネスだったらこの絶対があの首を絞めるんですよ そうじゃないですか毎月、例えば固定費300万、どん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 、いや、絶対これは稼がせ、絶対ヒット、このお店をね、うまくさせるって絶対だ、でもその絶対があだになるんですよ、まあ、毎月のランニングコストがめっちゃかかるから、ね、だけど僕はネットビジネスにおいてはそれがないので、いかに自分が絶対モテるかっていうのが、本当に大事だと思います、で最近ね、まあ、ちょっとだいぶ長くなってるんですけど、最近、その余談で、 あの僕、都市伝説も好きなんですけど、ナオキマンっていうね、ナオキマンの動画今めっちゃ見てるんですけど、今150万人ぐらいいるんですよ。で、ナオキマンの50万人かな、30万人の時に、なんかその、引き寄せの法則みたいなね、モチベ上がる動画とかも撮ったりとかアップしてたんですよ。お、こんな動画もあんのかみたいな。で、あのー、なんか、僕も行く、何たかが都市伝説でね、こんなに行くと思わなかったと。 需要はんの都市伝説みたいな <laughs>。しかも、直木マンって誰やねんって話じゃないですか。まあ、今150万人ぐらいいて、今コラボとかいろんな商品売ってますけど、当時全く思わないし、趣味レベルじゃないですか。でも、でも直木マンが言ってた、そのなんかの動画で言ってたのが、うん、その、自分が欲しいものだったりとか、YouTube 始めるときに、チャンネル登録を絶対何にするっていうのを書いてね、紙に書いて、そのモニターに貼ってたみたいに言ってましたね。 うん、そなんか引き寄せの法則を話してる時に僕も実際そうやってましたよみたいなだからパソコン向かうと神がもう自分は達成したいものを常に見てるみたいなでも都市伝説ですからね <laughs> もうニッチでしょどう考えてもまあミス,ミスター関だったらまだ分かるけど <laughs>、うん、だけど彼は結局その紙に書いたことを今自己実現しちゃってますからね うん、だから自分はこうなりたいっていうのを明確化する人が何と言うと。うん、だそれが本当に大事ですね。うん。いろいろ申し上げましたけど、あの、自分の中でいけるかいけないかっていうのを決めていただくといいんじゃないかなと思います。で、あともう一つ、長えな。もう一つにならば、この情報発信をしててね。 この情報発信をしてて、フロントエンドとか、アンケートとか、無料プレゼントとか、リストとかね、バックエンドアップセルとかね、勉強してる人、まずいないっす。まず、絶対いてない。このアニメ制作やりますとか、のこういうアニメ系の情報こ、のこ,のこのジャンルで情報発信して、このマーケティングを勉強している人は、絶対いてない。いや、一部いるかわかんないですけど、僕は絶対いないなと思いますよ。 コンテンツビジネスを勉強して、自分の経験をコンテンツ化して売ろうとしてる人、周りにいます多分周りにいないですよ、100%。だって、そもそも自分のこれから売れると思わないじゃないですか。そもそも <laughs>。考えると、スナダは再就職先とかじゃないですか。まだ、あ、独立とかね。うん。これをコンテンツを売っていくっていう概念がそもそも多分ないので、まあ、ここに、なんやろうな、着眼できたっていうのは、 他の人とはやっぱ違うわけじゃないですか。どうすか多分ここに行き着かないですよ。みんな。一般の人。だから自分は一般の人よりちょっとね、頭ぶっ飛んでると思うんで <laughs>。これ勝ちですよ。まあ、この時点でスタートラインは勝ちなんで、あとはそこをもう、ばーって行けるかどうかですね。うん。でもここでしっかりと、例えば年収チャンネルとかあるんですけど、年収チャンネルもリスト集めてるんですよ。年収チャンネル。 あそこ今、チャンネル 5? 何もだ。チャンネル。この人頭いいなと思いました。これ14万人いますね、今。これで、リスト集めてて、この、就活イベントエントリーはこちら。あ、そ年収ガイドブックだ。こ年収ガイドブックっていうのを配ってるんですけど、これでラインアットのリストを集めてて、あとはこれアフリエートかなこれはパマッチポンプかなマッチポンプですね。うーん。 で今あのここうまいなと思ったのが、要はその会社がね人材を雇用する上で金めっちゃ投入するんですよ。人材コストって結構広告費高いんですよ。特に業種によっては、病院とかのプロ病院とかの業種は1人当たり50万とかね。分かりますだから、その人材の、だから、年収チャンネルって。 あの年収をどう上げたい、転職したい、スキルアップしたいみたいな人が多分見たりとかすると思うんですよ、そこに対して、アフリエートというかね、案件かませるんで、これ見た、僕、今,今14万人いますけど、多分1万人か2万人の時に見て、あこの人、頭いいなと思いましたね。だって、その広告予算が高いので、人材、雇用する企業はね、だから有望な人材が取れるんだったら、いくらでもまあまあ金払うんですよ。 これめっちゃうまいなと思いましたね。これ結構めっちゃ稼いでると思いますよ。そのマッチポンプで <laughs>。これはね、この人が頭いいなと思いましたね。この年収チャンネルは。うん。で、しかもコンテンツもね、なんかそのゲスト呼ぶだけじゃないですか。まあ今はちょっと見てないんでわかんないですけど。でも、年収チャンネルなんだけど、いろんなことやってるんですよ。一応。いろんなことにチャレンジしてますよ。うん。 なんか今、別にそのね昔はその有名な人をできるだけゲストを呼んで、そのゲストのネーミングがあるんで、それでアクセス集めてるみたいなのやって、ある程度今、チャンネル10万人いたから、そこまでそのゲスト、スピーカー、強い人を集めるってことはしてないんじゃないですか、してないですねねこれね当初はアクセスが少なかったんで、とにかく有名ユーチューバーとかね有名な人、数、アクセス持ってる人をタイアップして、オファーして、アクセス集めていくっていうことをやってたはずですよ。 うん、あ,あ、あと、あれだ。この、女の子ですね。女の子のセクシー。わかりますセクシーのブラジャーですよ。このセクシーのブラジャーとかで、その、つるみたいな。そう。で、その後セクシー、セクシー路線でカスタムサムネイルもおっぱい見せて、セクシー路線でね <laughs>、アクセス釣って、その後、有名ユーチューバーですかね、を呼んでって、みたいな感じですかね。まあ、これも、あの、チャンネルのこの動向を見ればわかると思いますけど。 だやれることやってるんですよ。ね。年収チャンネル言うてね、おっぱい出してるっていうね。なんやねんっていうね <laughs>。やれること、もうとりあえずくやるっていうね。そう。うん、だこれ、こういうことがね、できるかどうかが結構ビジネスの上で大事ですよ。やれることやるっていう。うん。みんななんか変なプライド持ってるんで。うん。みんな変なプライド持ってますね <laughs>。 何のためにやるのかっていう話ですよ。うん、ビジネスは売り上げを作っていかないといけない。売り上げを作るためにアクセスを集めていかない。当たり前ですよね。当たり前なんで。じゃあ、アクセスを集める手段はいっぱいあるわけじゃないですか。だかそれをやれるかどうかですよね。うん、はい。今何分だ ?37 分ですよ。相当長かったですけど。まあ、参考にしていただければいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。